言葉遊び動画の第0回の、ゲストということで、理系の田崎先生に、はい、ご登場いただいております。ありがとうございます。お忙しいところ、いえ、どうもです。ありがとうございます。よろしくお願いします。ちょっともう突然のことで何やこらっていう感じだと思うんですけれども、理系でね、質問されることが少ない項目なので、もう田崎先生は国語とかそういった言葉で困ったご経験とか特になく、困った、まあ、もちろん入試の時に国語の勉強で困ったことはあったかもしれないですけど、普段生きてる時にはそんなに言葉で困ることは今のところはないですね、幸いにもという。ああ、そうだったんですね。この、5回シリーズでお届けする予定の、言葉遊びなんですけれども、まあ、皆さんもですね、例えば、小学生とかもっともっとちっちゃくて幼稚園ぐらいの時にあいうえお作文とか、まあ、作ってみられたことがあるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、それの中学生高校生バージョンと思っていただければと思います。で、まあ、あとですね、皆さんきっと中学生高校生では古文とかでね、和歌とか俳句などが出てきて困っている人が多いんじゃないかと思うので、ちょっとそれに絡んだお話も多めにしていきたいなと思っています。じゃあ、田崎先生、理系で、まあ、ご指導も、まあ、ご自身も理系で、ね、来られたということなんですけれども、理系で、まあ、ずっと勉強されたりとか教えられたりする中で言葉の大切さとかっていうのを実感されたことはありますか？そうですね、まあ、理系として言葉が大切になるというと、まあ、理系といっても例えば物作りをする工学系、学問の研究をする、まあ、理学部系とあると思うんですけど、まあ、私は工学部畑だったので物を作ったりするってことが重要になるんですけど、例えば私の頭の中にある青色っていうものと誰かに青色のものにしてほしいってお願いした時の、その相手の頭の中にある青色っていうのは多分イコールじゃない、青色という言葉だけでは伝わらないから、それを合わせるために例えば RGB とか CMYK みたいな形で、そういう言語を使って表現すれば頭の中にある青色が全く同じ青色として表現することができるとか、そういう意味でその理系として必要なものっていうのは自分の頭の中にあるものと全く同じものを相手の頭の中に思い上がるように思い浮かぶようにしないといけないというところがあるので、まあ、そういうところで言葉の使い方っていうのは重要になるのかなとは思いますね。だからこれからでいうとロボットを作ったりとかすることが増えてくる中で、例えばじゃあ手を挙げる動作をしなさいと言っても、まあ、こう挙げる人もいれば、まあ、これで挙げてることになったり、これで挙げてる人になったり、じゃあさっきの今やった3つの種類の手の挙げ方はどう違うのかってことを言葉にして説明しないと、もちろんロボットはやってくれないわけで、じゃあどう表現したらいいんだろうとか、だから理系が何かものを作ったりするときに、実は初めて、言葉っていうのを正しく使えないといけないなっていうふうに気づくことっていうのは増えてくるんじゃないかなと。だからそれぐらい理系の学問をするからこそ言葉にする難しさっていうのを感じる場面っていうのは出てくるんじゃないかなと。それぐらい人間っていうのはこう言葉にしないのに分かっていることって多いから面白いなと思って、この前ちょうど授業で生徒に話したことがあって、犬と狐って見分けられるけど、犬と狐の見分け方を教えてって言ったら大体みんな答えないというか、答えられないのに見た瞬間にあっちは狐でこっちは犬ってすぐ答えるのってすごいなと思ったりとか、まあ、同じ犬でも、ね、犬種が違うと全然違うのにどれ見ても犬って言えるのってすごいなって、そういう言葉で説明してたらできないけど分かる。だからそういうことを言語にしていくってことがこれからの時代求められてくるんじゃないかなというふうには思っているところなので、まあ、そういう意味で言うと理系の人にとっても何かを言語化するとか数値化するとか、そうやって表現するものを相手に伝えるってことは、まあ、大切になるんじゃないかなというふうには思っていますけどね。ありがとうございます。じゃあですね、また新入試で国語も、まあ、当初言われていたよりは変わり幅は小さく、まあ、済みそうな感じにはなっているんですけれども、やっぱり読む分量が増えるだとか、問題の、まあ、ちょっとした見た目が変わるだとか、そういった、ことが起きてくると予想されているんですけれども、そういった中で理系の生徒さんとか、これから理系になりたいなと思っている子たちにどういった力が必要だと思いますか？言葉と理系をつなげるっていうのは非常に難しいけども、ただ言葉の定義をはっきりさせることっていうのは絶対に必要で、
まあ、数学で言っても微分って一体何ですかって100人に聞いたら誰に聞いたって全く同じ答えにならなきゃいけないわけ で例えば物理一つ取ってみても、まあ、例えば電解って何ですかって言われた時に、あ、1クーロンに働く力の大きさって答えなきゃいけないとか、それをなんか独自の解釈があっていいものと独自の解釈があってはいけないものっていうのがあって、でそれを言葉にして独自の解釈を挟まず誰が見てもそうだっていうふうに答えられるものっていうのをまずは学ぶことっていうのが必要 でそこに自分はこういうイメージも載せてるけどねみたいな感じで学べるといいんじゃないかなとは思うので、だから今まで以上に元々の言葉の定義とそこに載せる自分のイメージっていうものの組み合わせっていうものを上手にできるような人間に育たないといけないのかなと。でそれは受験という意味でもそうですし、受験を超えた意味でもそうなのかなと。例えば微分というものは何ですかと言われたら、まあ、もちろん100人の数学者に聞いたら全員同じ回答をするはずで、いや僕が思う微分はこうなんですけど、そんなもんない。困りますね。でも国語的に考えると、例えば微分というものと一生向き合ってきた数学者にあなたにとって微分とはっていうと、多分その100人の答えとは違う微分とはっていう言葉が出てくる。そういうところって面白いなというふうに思うので、だからまずは言語的な、だから今回の対談みたいに言葉って何ですか、理系的に教えてくださいって言われたら、多分理系あるあるで言うと理系の人ってまず言葉って辞書でまず聞くと思うんですよ。まず言葉の定義って何ですかって、それをまず確認しないと言葉とはについて説明できないって考えるのが理系的な多分感性。だから文系とかあまりそんなことしないと思うんですけど、もし理系の先生に言葉について語ってくださいって言ったら、多分まず言葉を辞書で定義を調べるところから始めると。でその定義に基づいた答え方に加えて自分が持っているその言葉に対するイメージを乗せて話せるっていう、そこを明確に分けながら、人の書いた文章を読んだりとか辞書に書いてある言葉を読み解くってことが、まあ、求められるかもしれないとは思いますね。ありがとうございます。一つよろしいですか。はい、私は国語を長らく教えていて、理系の生徒さんも担当することが多くて、もうすっごく賢い生徒さんたちなんですけど、でまあ、選択式で国語の古文の答えを選びなさいとか、そういったことはすごく精密に答えることができるんですけど、これに対してどう思うって聞くと点点点という生徒さんが多くて、そこって、まあ、ご自身の思いを乗せるっていうことだと思うんですけれども、結構理系の方でそれがすごく得意な方もいらっしゃるけど、勝手なイメージで苦手な人も多そうな気がしていまして、そちら実感としてはいかがですか。高木先生得意そうだなとはちょっと思うんですけど。それがだから、そのまず何ですかね、辞書的な意味が、定義がもしはっきりしているならば、理系もっていうのはその定義に基づいて答えたいはずだと思うんですよね。例えば大丈夫という言葉に、まあ、OK であるということを伝えるという意味があるのであれば、それを理系がインプットしているのであれば、大丈夫って聞いて大丈夫って言われたから、あ、じゃあもう大丈夫だねという会話が多分理系は思うと思うんですよ。でそれを例えば横の人につつかれて、あの大丈夫は大丈夫違うやんって言われた時に、いやでも大丈夫って言ったから、大丈夫ってのはこういう意味でしょって捉えるのが多分理系的な発想だと思うので、だからこの言葉で書かれているということはこうだと読み取ろうというのがまずは独自に来てしまって、でそれに多分こう縛られてしまう。だけど文の流れで来て、この時に出てきた大丈夫の意味を答えなさいって言われたら、多分ちょっと発想を本当は変えなきゃいけないけどもっていう、そこの切り替えがもしかするとうまくいってない生徒はどっちにしたらいいのみたいな、どういう時にじゃあどっちで答えるべきなのかを教えてくださいみたいな感じで考え出すと難しいのかもしれないですけど、そこがもしかすると国語が得意な生徒とか、いろんな文章を読んできてる生徒とかっていうのは自然に自分の中で切り替えのスイッチがはっきりこう自然にできているけども、理系の生徒はその切り替えのスイッチがどちらかに偏ってしまっていると、どちらかに縛られてしまってうまくいかないことっていうのがあるのかもしれないなとは思いますね。ありがとうございます。国語に苦手意識を感じていらっしゃる理系の皆さん、いかがでしたでしょうか。切り替えスイッチが大事だとのことです。はい、はい、じゃあ、さっきね、5回シリーズで言葉遊びするよということをお話ししたんですけれども、せっかくですね、田崎先生に来ていただいたので、その田崎先生にちなんで言葉遊びをちょっと作ってみました。れーはじゃないですね、はい、見えますか皆さん、はい、ね、これ検診館オンラインですよね。よく来てくれました皆さん。検診館オンライン、ようこそここへ。君に約束しようか、こんなピンチこそチャンスにできる。
春には桜咲く笑う未来にいたいということで、まあ、昨今のですね社会事情とかちょっとね気分が落ち込むようなこともありますけれども、まあ、ウェブ授業とかが広がっていったりだとか、まあ、ご自身のしたいことに注力できたりだとか、きっといい面もあると思いますので、まあ、皆さんにとってですねこのピンチがチャンスになるように健診館も全力でサポートしたいと思いますってだけじゃなくてね、言葉遊びということなんですけれども、皆さん分かりますか？田崎先生のお名前フルネームで知らないとちょっと難しいですかね。そう、これ田崎先生が隠れてるんですね。田崎先生見つけました？見つけましたね。見つけました。下から2行目ですね。下から2行目ですね、こちら。はい、田崎公平。そう、田崎先生は田崎公平先生ですね。はい、こちらはですね、そう、田崎先生のお名前とこの健診館オンラインというね、こちらのチャンネル名を組み合わせた言葉遊びでした、ね。まあ、こんな感じで皆さんもですね似たようなものを作ってもらえたらというのもどんどんご紹介していきたいと思いますので、ぜひ楽しみにしておいてください。